してなかった。寺島優香の映画の話しかしてなかった。この企画は私寺島優香がゲストの方々をお招きして、とにかくただ映画の話をしまくるという企画です。第2回目となる今回のゲストは、映画ブルーが4月9日公開の吉田圭介監督です。よろしくお願いします。はい、吉田圭介です。よろしくお願いします。私はあまりボクシングのことは分からなかったんですけど、うん、でもなんかそういうボクシングを分からない方とかでも、今までそう生きてきて、なんだろう、何かに一生懸命になったりだとか、うん、そういう努力してきたことがある人に向けてはなんかすごい共感性がある作品だなと思って、私自身なんか、まあ、勝ち負けって表すとしたら結構負けてくることが多かったりしたんですけど、うん、勝ちとか負けとか表面上だけのものじゃないっていうメッセージ性とかがすごい伝わってきて、勝ったから強いとかそういうのじゃないなっていうのはすごい自分の今までを振り返ってもグッとくるものがあったなって思いました。よかったですね。なんか撮ってる時も本当ボクシングばっか撮ってて、自分がボクシングをずっとやってきたのもあって、ボクシングあるあるみたいなものをいっぱい入れて撮ってた分だけ、普通の人にこれ伝わるんだっけっていうなんとなく自分の中で全てのボクサーに見てもらいたいみたいな気持ちで作ってたから、なんかそういう普通のボクシングと絡まない人とかね、これがどう響くのか不安を持ちながら撮ってたんで、なんかそういう風に言ってもらえるとちょっと嬉しいですね。よかったです、はい、もちろん結果が全ての世界でもあると思うんだけど、まあ、ボクシングに限らずね、いろいろ、ただなんか勝った人も負けた人もなんか練習 してこう努力してた、この流した汗とか涙みたいなものの差はそんなないとは思うんで、まあ、結果が違うだけであって、それを負けたからそれすらなかったものにされちゃうようなものって悲しいじゃない、だったらやんなきゃよかったのかなみたいになんか思ってほしくはないし、まあ、どうせ、ね、人死んじゃうじゃない、で死ぬ時にお墓に入る時に、あ、俺こんだけあれやってたなって思えるものは決して勝ったものかどうかの差ではないと思うので、なんかそこの努力の美しさとかそういうようなものをなんか肯定できるといいなと思ってましたね、だから大丈夫だよ、君もお墓に入るときには、あ、私頑張ったって、いや本当にそう思って入れる、最初は姫アノーで見させていただいたんですけど、結構衝撃的で、なんかこういう言い方が出るか分かんないですけど、なんかちょっと変態的みたいな感じがして、あれ見た後、俺と会うのが怖いって言う人がすごいなんか俺の人間性がものすごくヤバめな人だと思われ、いや確かにちょっと、そうサイコパスなのかな、そうですねとかものすごい暴力的だったり風に見られるけど、いい人だよ、全然違う感じだったんですけど、そうそう、でもなんかその人間のなんかそういうヒリヒリした感じとかは、そういうとこはなんかちょっと似たところはあるのかなって思いました、そうですね、なんか割とそういう人間の内面であるとか心の変化みたいなものを割とずっと追っかけてきてるかなって気は、するし、その役者に対してもその何か変わる瞬間みたいなものを一番撮りたくて撮ってるなって、全部自分で本を書いててオリジナルが多いんだけど、何か自分でゼロから物語を書くって自分の中にある何かをこう吐き出す作業に近いの。それは例えば今まで付き合った恋人の話であったりとか、家族の話だったり夢の話だったり、まあいろいろやってきて、もうボクシングって俺30年やってきてるから、そうすると一番吐き出さなきゃいけない、もう中学校とかも部活もやらずに行ってたんで、普通にジム通いしてたんで、なのでなんかそれを吐き出さないとずっと気持ち悪くて、もう監督になった時からやりたいと言ってたんですよ、ボクシング映画。ただなかなかね、ボクシング映画成立しづらいんで、なんかそのお金集めとかそういうのも大変だし、役者さんがさ、トレーニングするのもさ、普通のお芝居だったらそれこそ1週間前まで別作品やっててポッて来ても、まあ、力があれば全然できるけどさ、練習してるんじゃないでしょ。そうです、松山さん2年もやってるから、すごい、まあ、2年もやってるつか、インがだんだん伸びて結局2年間練習する羽目になったっていうのが正確なあれではあるんだけど、でも2年間やってくれたおかげで俺がやりたいこととかも結構体現できるようになったから、そこはねすごい助かったけど、時をもプライベートでやってたんだよね、
元から、うん、で松山さんが練習してたジムに時雄がたまたまいて、それで時雄うまいっすよっていうのを聞いたから、うん、じゃあ時雄にオファーしよう、そういうことですね、うん、すごい、そう、その代わり時雄サウスポーですよって言われて、あ、サウスポーかってじゃあサウスポーの方に書き換えるっつって、それで、うん、映像が固定してるシーンがなかった、あ、ハンディそういう、うん、そういう感じでしたんですけど、うん、その撮影とかですね、こだわったところとかってあったりするんですか？そうですね、最近なんかね、ほとんどハンディで撮ってるものが多いかな、ここ最近の映画。なんでしょうね、ちょっとやっぱり少し客観性というか、なんでしょう、物語をちゃんと撮るというよりも、物語を誰かがこう覗いて見てるみたいな感覚で、うん、俺は物語を見たいので、うん、まあ、ハンディってなんかある種そういうような感じはするじゃん、なんかドンと構えてしっかり撮ってるわけではないので、なんかそういう覗き見っぽいようなものの方が臨場感があって割と好きです。ご自身がやられてるのってすごいなと思う。そうね、多分世界でいないと思うよ、そのボクシングやったことあるとかはいるとしても、こうちゃんとやってる人はいないと思うよね。まあやってる人が撮るのがいいかどうかは全く分かんないけどね、それは。うん、刑事じゃないけど刑事映画は、うん、傑作いっぱいあるんです、うん、刑事出身の人はいないからね確かにいないです、うん、だから別にやってるからいいかどうか分かんないけど、やってるからこそ嘘をつけないっていうのが俺にはものすごくいろいろルールができちゃってから、うん、俺が知らないと思われるのが恥ずかしくなってきちゃう、うん、だから、いやそれは嘘つけないなっていう、これ一応映画だからフィクションじゃん、フィクションだけどこれはフィクションにはできないっていうものの縛りが非常に自分でいっぱい作っちゃうから、そこは結構厳しかったなと思う、うん、まあ、ちょっとだけ嘘ついたりはしてるけどね、あの後楽園ホールの控え室とかは別場所で撮ってるっていうぐらい、そうよ、本物の後楽園ホールの控え室ちょっと撮りづらいよね、絵にならないし、それはちょっと違うところで、雰囲気のいいところで、廊下とかもそうだけど、そこは撮影して実際のものはちょっと絵にならないなって。そんなの本当に分かんないですよね。そうだね、普通お客さんが控え室行けないから、ね、そもそもね。いや確かに、なんかやってらっしゃるとすごい本物を知ってる分どこまでを伝えるのかってすごい難しいです。そうそうそう、だってそのプロの人が見た時に、え、これ後楽園ホールの控え室じゃないじゃんって思うそう思われるのですら尺だったりする、うん、なんだけど、そこはいいでしょと思って、もはやどの世界も追求するとどんどん地味になって、映画ってそれをどのぐらい嘘ついて派手にしていくかっていう、うん、多分その戦いだと思うのね。派手にすればするほどみんなエンターテインメントでもあれだけど、やっぱり偽物に見えてきちゃうからね、うん、そこの線引きはね非常に難しいから、俺は本当もっと淡々とやろうと思ったんだけど、淡々とやろうとすると難しくなるんだよね。そのどうなるかというと、絵を引きたくなっちゃうわけよ、うん、淡々とやろうとすると。そうすると何が起きるかというと、足が映るし、うん、足さばきが、ね、うん、はい、足さばきって結構バレるのね、下手さが。そう、役者の練習不足が、まあ、普通の人は分かんないんですよ、うん、やってる人から見たら、はいはい違うって思っちゃうし、あとは引きになると尺が長く取れちゃう分だけ、縦が長くできないとダメになると、そうするとそこまで長い縦は結構難しくなってくるし、あと危なくなってくるし、基本はもう本当にこう打つの、こう避けないと本当に打ち抜くつもりで打てっていう風に打ってるんで、こうしないといけないのを間違えちゃうと次自分の番だってゴンとかなるんで、本当に結構危ないギリギリでずっとやったんで、空いてるところにゴンゴン攻めるように手は作ってるので、ただ空いてるところに打ってるからディフェンスできないともろに食らうっていう。ただ役者さんのすごいのは、相手はみんなプロボクサーで、それこそ当時チャンピオンだった人とかが出てもらったりしてるんだけど、役者の方が上手いのは、やられたふりは役者の方が上手い、圧倒的に。殴られた時のリアクションが、ボクサーたち殴られる前にもう反応しちゃうんだよ、まだパンチ届いてないのにもう体が反応しちゃうんだよ、もう癖で。そうそう、なんかあれタイミングがずれてるように見えるみたいな。うん、あとはなんかやっぱりやられた後の顔つきとかはやっぱできないじゃん、なんか普通の役者さんじゃないからさ、まあ、そういう面で役者さんはね、なんかパッとやってもパッとできるもんなと。これはさすがだな。お芝居はどうなんですか、結構やられてる？一回だけ舞台をやったことがあって、うん、本人役みたいな感じでグループ全員で出たんですけど、うん、どっちかというとミュージカルなんでパフォーマンスと歌って感じで、
でも俺ね、なんかね、ちょっとね、俺嫌いじゃないなと思って。なんか喋り方に特徴がある。あ、はい、なんかあのなんかもごもごとした喋り方、もごもご喋ってる感じが臨場感があっていいなと、だから多分ちゃんと役者をやろうと思ったら発声練習とかでそれを直させられちゃう、で直せば直すほど嘘くさくなってくるので、そのなんかあいるよねこういう人っていう個性がある方があの本物に見える。な、役者っていうのは何だろう、基本説得力が一番大事だと思うんで、その役が、あ、本当にこういう人っていそうみたいな、なんかそういうのはその人の持ってる個性を生かしてる方が有利で、だからみんな一緒くたに同じ発声練習でみんなで同じことをやれっていう練習をしちゃうとちょっと、うん、偽物っぽく見たことあるなっていう風になっちゃうから、結構もごもご喋るなって言われるんです。うん、多分現場でマイクつけたらもごもごじゃないのか分かんないってなんかロコムさんに言われると思う。いや、言われそうです。思ってた方と違うかった、すごいいい意味で。そうでしょ、はい、これんそんな残酷な人だろあの包丁で後ろからめった刺しにしてくるようなヤバい人じゃないから、ね、そうですね、暇がある言ったんで、なんか、うん、そうだよ、ちょっとドキドキしてた。割と俺はただのおしゃべりおじさん。今回の動画を見て、興味が、起きた方、うん、そうでもない方、関係ないです、全員見てください。はい、まあ、見たら後悔しない、とても素敵な作品になっていると思うので、ぜひ4月9日公開でございます。よろしくお願いします。寺島優香の映画の話しかしてなかった、今回は吉田監督をお招きしてたっぷりと映画の話だけお聞きしました。吉田監督、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。